皆さんはこの変わらない日常を過ごす中でふと思うことがあると思うんです。サーモンが食べたい、燻製されたサーモンが食べたい、スモークサーモンが無性に食べたい、そんな時あると思います。私もその一人です。はい、ということで今回ご用意いたしましたのはこちらサーモンです。ゆうさきくん、これから燻製するってよ、スモークサーモンにしちゃうよっていうところで今回調理の方始めていきましょう。今回の調理工程は主に3つ。1つ目、下処理ですね。スーパーで買った刺身なんかは長時間放置されてたりとかするので少し臭みが含まれていることが多々あります。なので、塩を振ってあげて魚の刺身に含まれる臭み成分とかを、取り除いていく。そして脱水というかキッチンペーパーなんかで拭いてあげる、そういった下処理が1つ目。そして2つ目ですね、今回私ゆうさきくんはこのサーモンを燻製していきます。なので燻製のパートが2つ目に入っていきます。そして燻製された、スモークサーモンをカットして盛り付けていく盛り付けの工程になります。今回は主に燻製でしか火を使わないので、もし燻製器がねご家庭にある方は簡単な作業かと思います。簡単なんて言いますけども、冷燻っていうのがすごく難しいです。今回はその冷燻をいかにしてやっていくのかっていうのが難しいポイントかなっていうふうに思います。では始めていきましょう。塩がかけ終わったら、ここから、10分から15分ほど放置ですね。ということで20分ほど放置したものがこちらになります。でここから表面に受け出して水分を拭き取っていきましょう。では燻製の準備に入りたいと思います。使うのはヒッコリ、香り色付きが良く魚介類やベーコン、ハムなど何にでも合うということで、今回はこちらで燻製していこうかなと思います。この、燻製鍋にはですねこういった機能がございます。二重構造ですね。はい、ということで、15分ほど燻製の方進めていきました。こちらちょっと中見ていきましょう。はい、ということで完成です。ということでじゃあ実際に食べていきましょう。いただきます。うわうまそういただきます。バカうめえ。
最高ですな。あ、全然臭みもない。全然臭みもない。そしてスモークサーモン、ほのかに変わるこの香り、あー、いいですね。がっつりかかってないんですよね。米軍だからあんまりかからないんだけど、あんまり匂いをつかないんだけど、それでもやっぱり、ね、ほんのり香るのは素晴らしい。はい、ではいただきます。ということで、今回はスモークサーモン丼の方を作っていきました。皆さんもね、ご家庭でね、ちょっと挑戦してみてもいいかもしれない。まあ、燻製なしでも、ね、サーモン丼だけでも美味しいので、ぜひお試しください。それでは今回はスモークサーモン丼をお届けいたしました。また別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。夢っていう表現になってた、わさび溶かしてなかったね。わさびちょっと溶かした。ここ食べたらやばいことになるけど、食べちゃうよ。痛い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 。わさび痛い。あ、でもうまい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 。超うまい超うまい。あ、やっぱ鼻水が出てきた。わさび強すぎて鼻水出てきた。